クラブチームとしてもブースターの皆さんから見ててもすごい不甲斐ないシーズンになってしまっていて、現状は目標を切り替えて残留争いをしてしまっているっていうのは不甲斐ない気持ちで本当にいっぱいです。本当シンプルなことを、エースをあるので決断のシュートを打ち切る、決断のドライブに打ち切る、今の約束事をしっかり守る、特にオフェンスリバウンドと、あと外国籍席の3番だったり4番の選手に対してのディフェンスっていうのは、僕だったりサイズのあるアウトサイドのプレイヤーしかできないができることだと思うんで、そこは意識的にやっていきたいと思ってます。直近の勝った試合の3連戦ですかね。去年在籍した古巣ということもありますし、そこに勝って嬉しいっていうのもあるし、スリーポイントシュートも打ち切って決めることができたし、迷いがあんまなかったんで、この試合は。やっぱ迷いながらプレーしてしまうと、絶対うまくいかない、それはもちろんなんですけど、改めてこう自分はどうやってプレーするべきなのかっていうのをこう認識できた試合かなって。チームがいろいろと変わって、ここからみんなで頑張っていくぞっていう中で、自分たちよりも順位の上のチーム相手にこうチームで戦って一つ勝てたっていうのは、チーム全体がこうポジティブになるきっかけになる、なってると思います。今のチームの目標である、クラブの目標である、B1 残留を絶対に果たすために僕たちもハードにプレーしますし、皆さんの応援が力になるんで、3月4日から大声解禁ということなんで、ぜひ会場で一緒にブーストしていただけたらなと思います。応援よろしくお願いします。